おはようございます。黒バラ軍団の次郎です。本日のターゲットホールはミクちゃんガイアアリーナさんです。朝一の抽選番号は250人ぐらいの中124番でした。本日の立ち回りなんですが、前日このお店のデータを、ウェブ上で確認し、取材が入っているのですが、その取材の内容であったりだとか、過去のレポートであったりだとか、そういったところを確認して、そのあたりをしっかりと踏まえた上で、本日の狙い台は番長3、そして窓マギ2あたりのメイン機種を中心に、その他には少数機種であったりだとか、モンキーターン4、リゼロあたりなんかを狙っていきたいなと思います。また、今回はジャンバリのガイドラインに沿って20時までに完全撤収をしなければいけないので、まあ、そのあたりをしっかりと踏まえた上で早めに結果を出せるように頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ゼロは結構空いてんねや。あ、窓2、番長3は余裕で無理ですか？絆も無理。ゼロ行くか。真ん中この辺り行こうかな。マイジャグもすごい人気ですね。マイジャグ4、ただでももうこの辺りが分かんないんですよね。 4,5 台構成の機種でも全部ガランと空いてる機種なんかもあるんですよね。だからこの辺りのこうパワーバランスというか、ね、クレアは埋まってファフナーは空いてで、モンキーターンはすごい速い番号、2桁じゃないと取れないですね。100番いってたら取れてなかったっていう番号で取られてるって、そのパワーバランスが分かんないので、さあそれではリゼロっていきたいと思います。今日は取材が複数入っておりまして、まあ少数機種から結構多台数設置されている機種まで、まあいろいろ狙い目になってくるよと。で、僕が見れた範囲っていうのはネットに上がっている情報だけで、なかなかこう細かい、ね、あのスランプグラフが全部見れるわけでもないですし、履歴が全部見れるわけでもないので、まあ、どこまで信頼度が高いかって言われるとちょっと困る部分もあるんですが、まあ、こういった取材が入っている日っていうのはこのミクちゃんがやアリーナさんかなり強いことが多いという中で、まあ、こう設定狙いをしていこうと思ったんですが、まあ、絶対何台かは入ってますみたいな番長3とかハード2とかやっぱそのあたり行きたかったんですけど、まあ、さすがにまあ番号的に、ね、そのあたりは取れずと、すごい止まりましたね。弱い、まあ、全台系を狙っていくのはもちろんなんですが、まあ、3分の1とか2分の1とかそういったこともあるらしいので、まあ、なるべく台数も多くて、まあ、メインではないかもしれないですけどリゼロ、まあ、12台設置されてますし、できました、どうぞ、まあ、取材の対象になってもおかしくないだろう機種を今日は選んで打っていきますと。35ゲーム、総投資10本、撃破率アップチャレンジ、レモンにお手伝いします。黄色と青と白 69%、スバル君反撃攻略戦、
半分まで減らした。まずは初戦突破。これで2戦目突破。諦めるのは似合わねえ。ここから始めましょう。これは突破したんじゃないかな。でかさだ。背景緑。どうにか。あれ。ああ、ここでビルヘルム。一発目の発見から AT です。乗ったな。これ一発目の AD からなんとかどうしようがまくれそうな。ゼロ全6はないですね。周りめっちゃやめてます。パネルからか。30弱 AD ではないですね。897枚。さあユリカはいつがない。ちょっと一旦周りの様子見に行きましょうかね。他に良さそうな台もないので、良さそうっていうか狙えそうというか、続行します。もう1周2周見ます。カードは N。全力を狙ってるユーザーっていうのがかなりたくさんいるので、早くもあこの機種もう耕すみたいな。例えば、まあ、モンキー4とか、かなりよく比較的分かりやすい機種は、まあ、もうとっとと見切られて、あんまり朝一から埋まってたわけではない。なんだろう、エウレカとかモンハンとかバーって回されてます今。
ていう状況で、まあ、2大構成3大構成の機種空いてる機種はあるんですけど、再生しますちょっと適当に攻めるのはどうなのかなと。285ゲーム、初期50、さあ51パー、そしたら行くか、突破できそう、秘密で討伐隊、レム微妙、ダメか、でユリカが継続と、こっち見るの禁止、N プラス、また後でね、さっきが285で当たり、白ゲー負けて有利感継続1つ、で今回ここ200のところなんで、まあ、さらっと白ゲー突破してくれて、なおかつ弱 AD 出てきてまた有利感引き継いでみたいなことだったら、じゃあちょっと時間いっぱい粘りましょうかとなるんですが、初当たりは軽いぞ、223ゲーム、さあ獲得したアイコンは黄色と白、撃破率アップチャレンジ、レムに決断します、時は50、 M は最短ミニマム57%、まずはレムから、最後はレム、2戦目、これが消滅の切り、密集してる、うわ負けそう、今回こそ負けそう、悪芸以外全部ゼロではない、あーボタン出ず、有利感引き継がずと、朝一から1000ゲームぐらい回したこのリゼロなんですが、やっぱさっきのね、286でユリカン引き継いで224でユリカン消えましたというのが、まあ、もうちょっとねこう当たって弱 AD 出てきてどのこのとかなら粘りやすかったんですが、ちょっと、まあ、まあ 100% ないって言い切ることはできないですけど、まあ、設定6の可能性は薄くなってきたのかなと思いますし、まあ、リゼロに関して言うと全6でもないということで、
か違う台見に行って、他で構成点探そうと思います。まだマギ2良さそうですね。全部ってわけじゃないですけど、まあ出玉だけ見てても良さそう。朝から人気あったマイジャク4なんですけど、マイジャク3がレギュラー確率だけ見てると良さそうですね。でこの辺が前代なのかどうなのか分かりませんが、まだしかもまあ僕ほとんど打ったことなくて全然詳しくないんで、織田信長の野望、まあ、3台中3台とも出玉出てますし、初当たりとかだけ見てると悪くなさそう。現状1時間ぐらい何も打てていない状況で、まあ高設定狙いに絞って、しっかりとこうデータカウンターで当たりだとか、まあ、見れる範囲の大の強度とか見て、まあ、全体系がありそうで、なおかつ空き台があってっていうような機種で探しておりましたが、なかなか見つけられておりませんと。で強い台が浮き彫りになってくればくるほど、他の台に関しては、ね、全部が全部設定ロックってわけではないですから、どうなんかなっていうような状況になってきているので、まあ、無理に高設定狙いだけにこだわらず、まあ、台数がこなしそうならゾーン狙い天井狙いもありかなと思いますんで、まあ、今現状打つ台が何もないっていう状況なんで、まあ、なんか、一発二発天井狙いできそうな台があればそっち打ってもいいかなと思いますんで、まあ、いろんな、角度から勝てる台探していきたいなと思ってます。モンキーターン4のロゴ割り380ゲームの台を天井狙いで打っていこうと思います。でモンキーターンはロゴなしよりもロゴ割りの方が浅く狙えますよと、あモード B の期待度が上がるんで。ただ、まあ、そのモード B の天井を仮に抜けたとしても、まあ、はまればはまるほど AT の獲得期待枚数が上がりますから、まあ、かなり天井狙い向きな機種と。813から、さあ当たるまで行ってくれ。検問しましたね。絶好調だぜ。843か。ここまでならね、もう一個、奥深くまで行ってほしかったんですけどね。カウンターのゲーム数が773、ギリギリ持ちメダルで当選です。まあ、600は超えたんで、この最低のライバル、せめてムービーは押しまぐらい欲しかったけどな。外は白、ダンスアップ。いやー野口か、きついな。強チャンス目、あら復活、よかった。さあ2連目、さあ2戦目も1戦目と同じアイコンの色、黄色。ちょっと厳しいぞ。さあスタップ出ろ。よし、男性のカットインなんでえのきが来たら確定。さあ
おーこと6号です。あーまた黄色なんで定海のヒロインかな。黄色黄色黄色、まあ、ただなかなかねずっと 50% なんで定海のヒロインはそれぞれ手玉伸びないですから上乗せ関連懲罰なり全速なり。えのきは後ろいるけど岡本、口、浜岡、波多野とチャンスアップくれ。いやー道口かー。あ、浜岡ちょっと負けたらちょっと悔しい。あー復活。これかなり 50% で頑張れてますね。あ今度は畑野か。3番人気道口浜岡畑野ハットに来い。あーダメか。あ自分より順位下ガモーさんは。ベッドボタン効いちゃった。480枚で終了です。ということでやめて違う台探しに行きたいと思います。開店から時間も経ちまして全体的に、まあ、ここの島が強いだろうみたいなところはあらかた見えてきております。織田信長の野望であったりだとか花火2であったりだとかあとはマイジャグ3、まあ、この辺りはこうバーンと全体強いので、なかなかまあ全体狙って売ってる人が多いので全体系を狙ってなんでまあ開かないとは思うのでなかなかアトツモはちょっと厳しいじゃないかなと。ただ正しく設置されている機種、5台6台とか設置されている機種に関しては、まあ、1台ぐらい良さそうな台があったりもすると、まあ、各機種っていうほどでもないんですけど、まあ、1台はある島が多いのでまあそういった台を探してみたりだとか、後相撲狙ってみたりだとかはまだまだできるんじゃないかなと思いますんで、まあ、引き続きゾーン狙い、天井狙い、降雪狙い、まあ何でもいいので、まあ期待値取れる台、探して歩いて回りたいと思います。だいぶ時間が経ってきて全体降雪だろうと思っていた織田信長であったりだとか花火2、そしてマイジャグ3、この辺りなんですけど、ちょっとまあ時間が経つにつれてへこんできてる台もあります。で、ジャグラーなんかもガスが落ちてきてる台もあるので、もちろんぶっちぎってる台もあるんですけど、まあ、対象機種だとは思うんですよ、取材の。ですが、全部一番上かって聞かれると、そうではないのかもしれません。なかなか、まあ、5なのか6なのか4なのか、4も入ってるのかどうか、まあ、その辺りも分かんないので、まあ、なかなか攻めにくいなというような状況になっております。なんで、まあ、構成って狙いはなかなか、まあ、時間的にも厳しくなってきたんじゃないかなと思いますので、まあ、ゾーン狙い、天井狙いに切り替えるって言っても、まあ、ずっと、ね、全部込みで台探してましたんで、まあ、切り替えるって言っても別に何か変えるわけではないんですけど、まあ、なかなか構成って狙いはできないなと思いますので、まあ、ゾーン狙い、天井狙い中心で今からちょっとしっかり台探していきたいと思います。
あと実践できる時間が1時間30分弱ぐらいしかないということで、まあ、高設定狙いなんて持ってのほかゾーン狙い天井狙いすら、なかなか時間に追われて、まあ、今すぐに見つけることができれば打つことができるんですけど、まあ、現状打てそうな台はないということで、まあ、このままだとちょっとまあ悔しいなと思える部分は正直あるんですが、まあ、時間がやってまいりましたんでこの辺りで実践終了とさせていただこうと思います。534枚でした。お疲れ様でした。実践が終了いたしました。本日の立ち回りは、朝一から高設定狙い、そしてその後はゾーン狙い天井狙いに切り替えて立ち回ったわけでございますが、まあ、高設定狙いでは積もることができず、そしてその後のゾーン狙い天井狙いもたった1台しか打つことができなかったということで、自分の中ではかなり消化不良な1日となってしまいました。それでもお店の状況を見ていると魔法少女マドカマギカ2が一番よく見えたので、全体的になので、まあ、過去のレポートであったりだとか履歴から読み取った情報自体は間違っていなかったと思うので、まあ、ある程度は反省しつつも、まあ、そういったところも踏まえてまた次回以降に活かせるように頑張っていきたいなと思っております。本日の結果、投資470枚、回収が534枚、差枚がプラス64枚でした。次回以降はもっと自分の中で納得できる価値を目指して頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。